2つ目は図書館です。図書館、私が好きなところは入ってめっちゃ奥側のみんなで喋るスペースみたいな、あるよね。あそこめっちゃ好きやね。なんか最近できたよな、なんか最近できて、すごいみんなで喋れるスペースあるから、なんかグループディスカッションとかできたり、そのプレゼンをグループでするときとか一緒に準備できたりしていい場所やな、なんか図書館の中って結構喋ったらあかんみたいな、静かにしなあかんっていう雰囲気があるけど、なんかやっぱり図書館で調べ物しながら、一人で調べ物するよりもみんなで資料集め合ってなんか一つのものを作った方が、なんか達成感とかあって、なんかいいスペースができたなって思います。入って右側のもうひたすら本棚並んでるところのあの隙間が好き。どういうこと？なんかもともと本読むの好きやねんけど、だからすごいなんか適温な温度に保たれとって、湿度もいい感じやし、なんかすごい心が落ち着く感じがして、なんやろ、なんかそう挟まれたい、あそこに住みたいです。あの空間いいな、あの空間いいちょっと狭い感じが。天井プールじゃない？プールあるよな。確かにそれは思った。しかも家庭科室もあるやん、もう火とか水とか、そう災難やん。まあまあ探検しよう、みんなで。